今回は腕のローテーションと手首のヒンジについて解説していきます。このようにテイクバックの時に腕をローテーションしてしまうと、腕でクラブを縦方向にヒンジしているのと一緒になりますので、トップスイングで左の手首は背屈してしまいます。背屈するということはフェースが開いてしまうということですね。でここで開いたフェースをインパクトで戻す必要があります。この分再現線が低くなります。それに対して手首をこのように横にヒンジをすると、このように横ヒンジですね、この入れるタイミングは各プレイヤーで決めてください。横ヒンジを入れることによって体を使ったワイドなスイングになってきます。それと同時にトップスイングに上げた時に左手首が小屈します。小屈というのはフェース面が閉じて上がるということです。なのでフェース面が閉じて上がるということは、スイング中常にボールをフェース面が向いているということなので、再現性が高い分厚いインパクトになってきます。ぜひ皆さんも試してみてください。